ではここでですね、改めてマガミンが2部からですね合流ということで、マガミンのちょっと挨拶だけさせてください。お願いします。皆さんこんばんは、夢見るアドレッセンスアカイロ担当マガミマナです。よろしくお願いします。ここでね、夢アドから告知をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。次回のライブは今週の土曜日、ロックフィールドウルトラライブガールウルトラあ違うガールズアニバーサリーウルトラガールズライブに出演させていただきます。イエーイ。横浜ランドマークホールにて行われますので、皆様ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして11月のはい、じゃあこれ先言いますね。はい、はい、ですね、私事なんですけど、11月の20日ですね、来月に、私の鳴海ジュリア生誕祭2022が開催されることが決定しました。もうおやつぐらいかなの時間からですね、タンバリンマニアボリューム4がですね、夜に開催決定しました。はい、こちらですね、同じ下北沢シャングリラ、あのこのね、新体制のね、ゆかりの地ですかね、あの新体制でデビューが決まったね、ゆかりの地なので、皆さんぜひよかったらね、シャングリラに11月20日は1日中集合していただけたらなと思います。よろしくお願いします。開催されてるこのセットユースリーというライブなんですけども、ボリューム2が決定しております。はい、開催日は11月の17日木曜日、またはこちらのグリッドアット渋谷さんにね、やらせていただきます。あなたを自由にするみたいな意味ですね。そうだから声出しもありで、しかもなんかジャンプもできるし、もうね、ほんと自由で解放、みんなを解放してもらったらなと思いますので、もしよかったらちょっと17日当日来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあここでコルバイさん